皆さん、こんにちは。初心者、シニア、ゆっくり、ゆっくりシリーズです。初めてのワード3。今回もカラオケ発表会参加者募集の書類作成パート8をあのお送りしてまいりたいと思います。今回は段落形成の設定と水平線の挿入をご紹介してまいります。では、早速やっていきましょう。 パート8。今回の動画の流れですが、段落形線を設定しようということで、段落形線の設定。次に、便利機能である水平線挿入をご紹介してまいります。そして最後に、和書き保存と印刷をご紹介します。では、よろしくお願いいたします。はい。えー、では、段落形線設定するということでですね。はい。 スタートしていきたいと思います。はい。ワードの画面が出していただけてますでしょうか。今回はこの表自体にするっていうことではなくて、この事務局菅谷幸のこの上の、ここの部分に線を引いていきます。なので、ここ、この編集記号、段落記号のあるところ、ここに 線を入れていきます。形線を使うと、表だけでなく、水平方向の直線などを引くことができます。実際にこのような表だけではなくてですね、罫線を使って水平方向の直線を引くことができます。普通にあの図形の線をここからビューンと引っ張ってきてってこともできますけれども、それではなくて、 形線を使って、あの、実線だけでなく、点線とか、いろいろ選手が選べますので、形線を使って線を、直線を引いていくっていうことをやりたいと思います。で、水平方向の直線は、段落に対して引くので、この段落、この段落記号があるので、ここですね、この段落。段落に対して引くので、段落形線と言います。 では実際にやっていきたいと思います。ちょっとここはですね、小さくて見えづらいので、拡大してみたいと思います。はい。ここの部分ですね、事務局菅谷行きのこの上の編集記号、この段落記号のあるところ、ここですね、ここに引いていきたいと思います。はい。えー、では、早速始めてまいりたいと思います。この、 ワードの画面の左上のホームタブを選択します。ホームタブ。ホームタブの中の段落グループ。ここですね。この段落グループ。段落グループの中の、ここですね。罫線。 ちょっとやっぱり見えづらいので大きくしてみたいと思います。はいえ。ここが段落グループをちょっと大きくしたものですね。この中の段落グループの中のこの絵のところ、イラストのところ。これが継線のボタンです。継線ボタンの、もうちょっと大きくしてみましょう。これですね。継線ボタンを大きくしますと、こういうふうに大きく拡大します。この継線ボタンの 右側の下矢印、ここをククリックしますはい、えー、そうしましたら、このようなメニューが、一覧が出てきます。そして今回は、この一番下の選手と罫線と編みかけの設定というところをクリックします。ここですね。 選手とページ罫線と編みかけの設定、ここをクリックします。ちょっとこれ、ここも拡大してみます。選手とページ罫線と編みかけの設定、ここをクリックします。はい。そうしましたら、選手とページ罫線と編みかけの設定ダイアログボックスが表示されます。ここですね。で、このダイアログボックスの中の 罫線タブ。罫線タブをクリックして選択します。で、設定対象が段落になっていることを確認します。今、このダイアログボックスの右、向かって右下のあたり、ここの設定対象が今文字になってます。なので、これを下向き三角をクリックしまして、段落。 選択します。段落になっていることを確認します。で、左側の種類の指定をクリックします。この種類の指定。この種類の中で、この指定、一番下の指定、ここを選びます。指定をクリックします。で、中央の種類の点線を選びます。ここ、種類のところ、ここありますね。 この種類のところ、点線を選びます。そうですね。点線。点線をクリックします。そして、プレビューの、ここがプレビューですね。向かって右側。このプレビューの、この一番下、下線のところ、ここですね。ここを選びます。そうしますと、ここに点々点点点点て点線が出てきたと思います。 ここに色がついてですね。ここに色がついて、これオン状態になってる。ここがオン状態になると色がつきます。薄く色がついてるんですね。色がついてる状態になりましたら、このプレビューの絵の下側に K 線がここに、ここにですね、表示されます。点線が、点点点点という点線が表示されます。 そうしましたら、OK をクリックします。ここに点線が入りました。段落形線が引かれました。では、この一連の流れをもう一回やってみたいと思います。ちょっとコントロールキーを押しながら Z で戻していきます。はい。えー、今、コントロールキーを押しながら Z ポンと叩けば、今、引かれていた形線が消えました。はい。では、もう一度やってみたいと思います。 では、この向かって左側の上の方のホームタブをクリックします。ホームタブの中の段落グループの中の罫線、罫線ボタンの右側の下矢印をクリックします。そうしましたら一覧が出てきます。この中の一番下の 選手とページ形線と編みかけの設定というところをクリックします。そうしましたら、選手とページ形線と編みかけの設定ダイアログボックスが表示されます。出てきます。で、この中にも、形線タブやページ形線編みかけってタブがあります。このタブの中の形線タブをクリックします。 罫線タブをクリックして、まず最初に、このダイアログボックスの向かって、右下側の設定対象というところ、ここを今文字になっていますけれども、下向き三角をクリックして、段落を選びます。段落を選びましたら、種類。種類は指定を選びます。 種類はしてここをクリック。そして、この真ん中のあたりの種類ですね。ここ、点線を選びます。点線。ここら辺にありますね。ここにありました。点線を選びます。そして、色はもう自動でいいので、線の太さも0.5ポイントでいいので、で、この次に向かって右側。 ダイアログボックスの向かって右側の方のプレビューを見ます。プレビューの中の下線の部分、ここをクリックします。クリックして選びますと、色がつきます。オンになると色がつきます。そして、この下の方、下線の部分に、ここに点線が出ます。これを確認しましたら、OK をクリック。そうしましたら、 この段落のところに点線が、段落形線が引かれました。はい。えー、では、段落形線が引かれたところで、ちょっと、あのー、予備知識ではないんですけれども、水平線の挿入というのを使いますと、グレーの点線ではないんですけれども、グレーの実線を挿入することができます。 文書の区切り位置を素早く挿入したいときなどに使うととっても便利です。はい、えー、それでは予備知識として、えー、点線ではないんですけれども、グレーの実線を素早く挿入できる水平線の挿入の仕方をご紹介していきたいと思います。では、ちょっとコントロールキーを押しながら Z ポンと叩いて、 点線を消します。はい。これで一つ前に戻りましたので点線が消えました。では、水平線の挿入をご紹介したいと思います。水平線を挿入する方法は、挿入位置にカーソルを移動しておきます。ここで大丈夫なので、ここにそのまま置いておきますね。で、ホームタブ。ワードの画面の左上あたりのホームタブをクリックします。 そして、段落グループ。やっぱりここまで同じですね。段落グループ。段落グループの、罫線ボタンの、ここまでも一緒ですね。この、罫、えー、線ボタンの右にあります、下矢印、ここをクリックします。そうしますと、この中に、先ほどは、あの、選手とページ罫線と編みかけの設定、ここをクリックしました。 この中に下から4番目あたりに水平線というのがあります。この水平線というのをクリックします。そうしますともうダイアログボックスとかは出ずに水平線、グレーの,あの実線がパッと引かれます。ダイアログボックスで設定する必要はなく、このまますぐに水平線というものが引かれます。ではもう一度一回やってみたいと思います。 コントロールキーを押しながら Z で一つ前に戻ります。ではもう一度やってみたいと思います。え画面左上のホームタブをクリック。で、段落グループの罫線ボタン。罫線ボタンの右側にあります下矢印をクリック。そうしますとこの中に下から4番目あたりに水平線というのがありますので、これをクリック。 そうしますと、点線ではないんですけど、グレーの実線が素早く入れることができます。はい。えー、では、今回はでもこの、これは予備知識であって、えー、本来の目的ではないので、もう一回コントロールキーを押しながら、Z で戻します。はい。では、今回の本来の元々の 点線を入れていきたいと思います。では、最後、復習にですね、もう一度点線を入れていきたいと思います。では、画面左上のホームタブ、クリック。で、段落グループの、罫線ボタンの右側にある、下矢印をクリックして、選手と一番下の選手とページ罫線と編みかけの設定をクリックします。 そうしますと、選手とページ罫線と編みかけの設定のダイアログボックスが出てきます。で、一番最初に、このダイアログボックスの向かって右下あたりにあります、設定対象を文字になっていますが、これを段落を選びます。クリックして段落を選びます。そして次に左側の種類、ここ指定をクリックします。一番下の指定。指定をクリックしまして、 次に真ん中の種類、点線を選びます。クリックして点線を選びます。そして右側の向かって右側のプレビュー、プレビューの中の下の、継線が下のイラストをここをクリックします。そうしますと、ここにちょっと薄く色がつきます。そしてこの下に点線が出ます。ここを確認してから OK をクリックします。 はい。そうしますと、ここに、こういう風に、点線が入りました。全体的には、あの、途中から参加した方はですね、えー、上の方はないんですけれども、えー、全体的に見ますと、こういう形で点線が入っています。で最初、始めた時は8月だったので、えー、今、9月に変えたいと思います。9月。えー、8のところで、カーソルをクリックして、 バックススペースでにに入れます9月に変えます。す。月変えそうしますとここもちょっと変わってくるんですね残暑の項じゃなくて9月だと違う風にあになるんですけれども、はいえー、この残暑の項っていうのはもう8月の季語なのでこういう風にちょっと発行日がもしかしたら次の月にまたがるかもしれないちょっと不明な時はですねあの時価ますます というふうにするといいと思いますちょっと今回はここ削除しまして復習を兼ねて入れていきたいと思いますリーでここで挿入タブをクリックしますで挿入タブをクリックしましたらテキストグループの挨拶文ここをクリックして挨拶文の挿入をクリックしますと挨拶文のダイアログボックスが出てきます で、ここは9月に自動的に変わるんですが、えー、ここをなしにして、9月ではなく、もうなしにしまして、時価ますます、時価ますますだと、あの、もしずれ込んでも、月がまたがっても、あの、大丈夫なので、時価ますますご清聴の段をお喜び申し上げますをして、これで、 この、そ、ここだけ変えて、あとは同じですね。感謝の挨拶は同じで、そのまま入れる。ここちょっと、書体が変わってしまいましたので、書体も変えます。で、えー、ホームタブの、この、書体のところが、MS ゴシックに変えました。ま、同じですね。全部 MS ゴシック。ちょっと不安かなと思ったら、コントロールキーを押しながら、 オールの意味の A をやりますと全選択ができますので、全部 MS ゴシック。コントロールキーをしながら、アルファベットの A のキーを押しますと、全部全選択できます。この A はオール、オールの意味の A で選びます。そして、ここで MS ゴシックを選びますと、すべて統一ができます。 上から見ますと、こんな感じですね。で、最後にここに点線を入れました。段落形線を入れました。で、途中から参加された方は、ここからですけれども、ここで、このようにできたかと思います。はい。えー、では、上書き保存をしていきたいと思います。はい。いつものようにですね、左画面の左上、 マウスで上書き保存をされる方は画面の左上のクイックアクセスツールバーのこのイラストのところをクリックです。ちょっと見えづらいので大きくしますね。このイラストのところをクリック。で、えー、マウスにまた手を持っていくのをちょっと省きたいということで、ショートカットキーをお使いになる方は このキーボードの左右にあります CTRL というコントロールキーをクリックします。あ、クリックじゃないですね。押しながらですね。このコントロールキーを押しながら S キーをポンです。で、両方にありますけれども、使いやすい方を使っていただいて大丈夫です。でだい、でも大体の人はこの左側のコントロールキーを使いますが、で、コントロールキーを押しながらというところがコツですね。 押してからではなくて、また一緒に押すのでもなく、コントロールキーを押しながら S キーをポンです。はい、えー、上書き保存をすることができましたら、最後に印刷をします。印刷の時の、えー、ショートカットキーが、コントロールキーを押しながら P のキーあの、パリの P ですね、P のキーをポンと叩きます。そうしますと、ここに印刷の 画面が出てきますで。ここは印刷プレビューですね。でこれを見て、どこも変更するところがなければ、もうそのまま印刷をします。で、重要なのは、ここ、プリンターの処理、ここがあの時々 PDF になっている時がありますので、気をつけてください。ここですね、プリンター。で、全部見て、どうもない。もう何も変更がない。であれば、このまま印刷。 部数を一部、二部ってこうですねあの、指定することができますので、私はだいたい,いつも最初に一部だけは、一部だけ最初に印刷をして、実際に紙に出してから確認をして、その後五部必要であれば五部、十部必要であれば十部というふうに指定して印刷をします。で、何か不具合があるときはですね、この下の方に ページこの下のの下方にページ設定というのがあります何か直すところ、訂正するところがあれば、この印刷プレビューを見て、何か訂正するところがあれば、ここのページ設定というところをクリックしますと、ページ設定のダイアログボックスが出てきます。ここで、行数を変えてみたりですね、余白を変えてみたり。 ですね、こういうふうに余白を変えたりですね、印刷の向きを縦から横にしたりとか、いろいろここで変えることができます。でも今回は何も変えることがありませんので、このままで大丈夫です。キャンセルします。でこの下のページ設定、ここでも。でえー、特にここも気をつけてほしいですね。ここが結構何か間違えて点を入れてしまったとか、違うところの セルのところに点を入れちゃったとか何か入れちゃったっていうことであの2枚目、ここは2分の1になっているときがあります。2枚目になっているところで、なんか知らないけど、印刷をすると2枚目が出てきちゃう。あ、たったのこの点が1つ、ピリオドが入ってたんだとかね、後で気づくこともありますので、ここの2分の1になっていないか、ちゃんと1分の1に なっているか1枚に収まっているかということを確認をしていただきたいと思いますではこれで大丈夫なので印刷をかけていきますはい、えー、それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました大変にお疲れ様でしたカラオケ発表会参加者募集の書類の作成をご紹介いたしましたいろいろなサークルやイベントなどに 応用していただけると嬉しいです。ゆっくりゆっくりシリーズ、これからもよろしくお願いいたします。でまたよろしければ、チャンネル登録、あと、励みになりますので、いいねボタン、ぜひお願いいたします。では、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。